皆さんこんにちは、簡単 DIY マイチャンネルです。ですね、今日はすごい悲しいお知らせがあります。これわかりますかね、バッキバキに携帯が割れてます。これね、コンクリートのとこに落としちゃったんですよ。そしたらもうね、一瞬でね、パーンって割れちゃいました。で、一応バックアップは撮ってるんですけど、でも撮りきれてない動画とかもあったりして、だからなんかちょっとね、やばい感じです、ね、ちょっと撮りためてたやつとかは、ね、ちょっと、編集がおかしい感じになったりするかもしれないです。で、これね、 iPhone7 を、Y モバイルで契約して格安携帯で使ってたんですけど、なんかね、もうこんなになっちゃったんで機種変更を余儀なくされております。でですね、今使ってるのが、今使ってるっていうより買い替えを考えたんですけど、機種変更をしようと思って、その時にハガキが来たんですよね、ちょうど。で、そのハガキに、Y モバイルってもともとソフトバンクの子会社だと思うんですけど、ソフトバンクに機種変更したら、毎月1000いくらぐらい、値引きしますよみたいなね、月額基本料金を。だからソフトバンクに行ってきました。で、今ソフトバンクってすごいですよね。やっぱりコロナ対策がきっちりされてて、顔認証で熱とかも測ってもらって、で、入っていって、で、新しい携帯がこちらです。で、新しい携帯がソフトバンクさんのこの SE ってやつです。 SE って何って感じですけど、なんかわかんないけど SE って言われました。7の次だから多分8かな、8だと思います。こんな感じの、まだピカピカ。なんか強化ガラス貼ってるんですけど、強化ガラス貼ってても割れちゃったんですよね。携帯会社さんに聞いたら、強化ガラス貼ってても割れる時はどんな頑丈なやつでも割れますって言われましたなんかね、飛び散らないだけで割れるらしいです。これもう電源もつかないような状態なので、もうね、これはね、ご愁傷様。で、携帯ってやっぱり高いじゃないですか。もうね、ショックでもね、いろんなことはあるけど、水道管が破裂したとか、玄関の電気がなぜかつかないとか、コンセントが1箇所しか使えないようになってたとかね、いろいろありますけど、でも、DIY が好きな気持ちは変わらないし、 YouTube でいろんな人と出会えて、楽しく過ごせてるのも事実なんで、これからも頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。で、ちょっとね、動画の更新速度とかもしかしたらちょっと遅れちゃうかもしれないです、この影響で。それでも頑張ります。できるだけね、早く更新できるように。で、ではですね、これからもよろしくお願いします。また見てね。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。